で菅原はね着順アップ目指すはずなんで、はい、まあ、菅原はなかなかね上がりにくいでしょうね。漫画のツモで萩原を逆転できますね。なくなった、いや、あるあるある。そうですね。どういう、これは悩みですか。リーチ者が配定なんで、あ、泣いてもらう、はい、そうですね、配定ずらしなりですね。ち、答えた、うん、お、見事ですねこれね。嘘切ってるんですけどね、確かに、うん、あの嘘を1個だけ持ってたってことあるかな。まああるか、赤だから、うん、リーチ後に抜いた牌ですからね、メンツから抜いてたらチーされるんじゃないかと。ない筋の牌は、でもチーはドラなんですよね、うん、ないね。2ピン E ピン4枚見え、ただ一応3ピン切りリーチ、うーん、いやですかね。3ピン、あ、3ピンが 1,2,3,4 枚見え、 E ピン、ん、シャンポン、そうですね、カタンキー、うん、3ピン切りリーチがおかしいんですよね、その場合はね。223ってやったら、はい、2切ったらね、1ピンのはずなん で、ね、まあ2ピンしかないかな、うん、どうなんでしょうか。中筋のローピンもね、3ピンが宣言牌なんで嫌ですし、ローソン、あー、キュース、チーソー4枚見えてて、ローソーは出てこない、ウーソーが4枚ですね。ノーチャンスで、あんこの牌だから。短期も、うん、短期しかない。あ、4枚目ですね。あ、はい、ないですね。うん、はい。サオラス。萩原上がるのみ。園田上がればトップ。魚谷は漫画のツモ。菅原は漫画のツモで、萩原、あ、逆転できないか。一人転売やったから。足りない、ね。足りないですね。でも魚谷は、あ、菅原は晴れマン積もると2人いっぺんですね。わ、いい手なんじゃない、これ。チューンいらないドラリアンマン、これ大地は難しいですよ。うわ、むずい。なんかストレートに打つのがチーマンなんですけどね、あのもう思い切ってチューン打つもあるし、いやいやいや、チーマンだな。5、6者ありますよ。あ、もう嫌いないじゃないですか。ローピン、ローピンか、それはありますね。一応ロスはローピンだけですね。まあ、ただスッチピン早準備なんでね、スッチピン引くと痛いですよね。そして、うん、その時もドラ切ってもいいかもしれないですもんね、スッチピン1個引けたら、ね、7万か、この点差だと7万か、ね、7万か、はい、さあ万願つ、あ、羽マンツモ、羽ツモか、ちょっとね上がるだけなら簡単そうな手なんですけどね、はい、ラスはやっぱりやってないからね、着地を目指して、ね、打ちたいですね。魚谷万願ツモ、お、リーズも吐く、なんとかリーズも吐く、なんとかです、うん、そうですね、なんとか上がれば勝ち、そうですよね。あ、いいとこ引いた、2メンツ、あ、ピンフに向かって一直線ですね、園田はね。ウーマン、もう悩ましいのばっかり来ますね、これね。どうしたらいいですかこれね、ドラがリャンマンじゃなかったらもうリャンマンなんですか、はい、もう思い切ってチュンチュン打つもあるし、ウーマン切りもあるし、ローピン切りもある、苦笑いですね。イースソーの毛があるとね、チューン打ちづらい。イースソー捨てた、イースほードラを使うかタンヤオにするか、もうメンタンピニペーコーとかね、マックスの手を逃さないようにってことですね、もうね。はあ、なかなか切れない、思い切った一打ですね。統一手もあるんだ、両面が多いからね、統一手はちょっと見切りそうなところなんですが、この絶対トップ欲しいところで、うん、チーマン3層リアン層ですよ。おかしいですね、偽物じゃないですよねこれ偽物やってるわけがないんで、はい、なんかすごい、あ、うん、魚谷はでもねドラが欲しいんですよ、です、ね、赤、赤か、まあ、はい、なかなかなんないけどちゃんたか、ちゃんた、なるほど、ドラッグついた、あ、これ大きいですね。あ、結構ストレートに組みましたね。ってことはこれリーチいくか、
9ピン重なった、いきそうですね。9ピン重なってイシャンテン赤、一手代わりチャンタだね。うん、チャンタもあるけど赤もある、 赤あるからウーソーちょっとね切りにくいから初ですか。うん、初ですね。はい、菅原これポンしてテンパイ取れましたけどしませんね。うん、もうラスのままで終わるはやってないですね。はい、はい、最低でも3着で終わるのがテーマだと思いますね。ビーストシャアが萩原つもぎりでしたよね。はい、なんでちょっと統一手でもなさそうだな。あ、シャア、いやでもシャア逃げれなんですよね。うん、うん、まあ、にしてもやっぱり親のちょっとおかしいですねこれね、様子がね。はい、うん、ドラノフ周辺、うん、無理やりですか、嘘ですか。いやーちょっと嘘、やっぱり一手で条件達完成なんでね。うん、あ、嘘、まあね、老僧の受けが残りますか、赤嘘言ってもね。1,2,3 ちょっと無理か、無理な話してるこれは。いやそんなことないですね。あのこれで仕掛けられますね、関連ピン関連像ですね。めめ、うん、チートイだ。もう全部残すのはとりあえず一旦吐くですね。あ、ただ吐く短期、うわー、ちょっと鉄板ないと。あ、テンパイってところで、うん、素点回復だけだったら森市、羽つも狙い、浦さんとかですよね。日、いやこれはきついリーチきましたよ。うわ、魚谷今残ってる。うわ、一発だ。うわ、あ、これ大変じゃない。え、一発ですよ。マンガ打つと変わる。5人はリーチ一発ドラ1、5人は変わらないです。あ、5人は55の115のこのままだと変わってない。裏ドラ次第、これは魚谷3着ですね。菅原が4着のまま。ただこれでフェニックスとライデンの連勝への夢は途絶えたということになります。第2試合トップ、あ、100点かと、ごめんなさい。第2試合トップになったのはドリブンズの園田健。いや、ここはしっかり逃げ切りました。そして菅原最後魚谷からの直撃を決めたことによって100点逆転。これはビーストにとってはめちゃくちゃ大きい100点ですね。大きいですね。はい、いや、3着で終わるが、ね、ビーストテーマだと思うんで、まあ、こうなった以上は、最低ですね。はいはい、1-4ってなるとちょっと寂しかったですからね。1-3で残したビーストです。そしてライデンとフェニックス、残りライデン2ゲーム、フェニックス残り4ゲーム。これはレギュラーシーズン通過の夢が途絶えたと言っても過言ではないような、着順という結果となりました。